速稼塾の久保です。今夜もですね、熊本の災害に対する、お見舞いの方を申し上げるのともに、この動画を見ている方のほとんどがですね、インターネットの起業されている方とか情報を扱われている方、速稼塾関連の方だと思うんで、今日はね、重要なメッセージをお伝えします。今日はね、2つあります。1つはですね、必要な情報を提供することに我々の存在意義があるということなんですよ。普段もですね、ビジネスをうまくいかせようと思ったら、世の中の人に必要だと思われるような悩みを解決するようなものを情報提供して、で、アフィリエイトとかコンテンツ販売を成功させようって言ってますけども、いわゆるですね、平時危機が訪れてない時にそれをするのってのは実はね、難しいんですよ。で、どういう時が簡単になるかと言いますと、人が困っているのが明らかな時、もう今回の地震なんていうのは人が困ってるわけですよ。だからその困ったを解決するためにどんな情報を提供すればいいのかっていうところに進化が問われるわけですよね。で、私の投稿をご覧になっている方はよくわかると思うんですけども、私の投稿は常にシェアされてるんですよ、こういう時。常にですよ。投稿の全てがシェアされてると言ってもいいぐらいです。そして投稿に関しては、投稿によってはですね、10シェア、20シェアされてるわけですよ。どのぐらい世の中に必要な情報を私が的確に投稿してるかってことがこれでわかると思うんですけども、こういうふうな求められてる情報を提供する人に、ファンがつく、信用がつく、読者がつく、売り上げが立つというふうなことが結果的に起こるだけなんですよ。ですんで、この瞬間にですね、自分のビジネスの投稿とか、お花見って楽しかったとかですね、個人的な悩みとか、こういったもの、それぞれなんで投稿してもいいんですけども、それをこの時に投稿する人にはファンがつかないんですよ。もう人が必要としているものを提供していかないといけないんですよね。じゃあ今どんなものが必要とされているかって言ったら、避難経路誘導とかですね、それからどんなサイトにどんなものが書いてあるかとか、現地の連絡はどのようにすればいいのかとかですね、もう他にももうもろもろあるわけですよ。特にこの広島というところは、ここから2つ目のメッセージになってきますけども、広島というところは土砂災害っていうのをね、近年体験してるわけですよ。ですから防災の意識は高いはずなんですよ。そしてその時にどんなことに困ったのか、どういうことをしたら助かったのかという体験をされている方がたくさんいるんですが、残念ながらそこが生かされてない部分があるんですよね。というのは、よその土地で起きた時に自分ごととしてその人を助ける情報発信ができていたのかなっていうところに関して、どうなのかなと、自分のことをね、振り返ってみなければならないかと思うんですよ。ですよね。で、この度ですね、東日本大震災のことをよく引き合いに出されるんですけども、広島土砂災害のことも、やっぱりね、引き合いに出してですね、やっぱ助け合っていくってこととか、必要なものとかっていうのはね、自分が困ったもの、当時困ったものをお送りすればいいので、できると思うんですよ。だからそういうことをですね、物質じゃなくていいんですよ。お金じゃなくてもいいんですよ。情報っていうものが価値がすごく高いと。どこに情報が足りてないのかってことをリサーチして、どこにその情報を届ければいいのかってことを提供すれば、もうこれであとはですね、物資とかお金っていうのはそこに的確に届くわけなんですよ。まず情報ありきなんですよ。特に我々は普段情報の専門家として生きてますので、こういう時に情報提供ができないもどかしさというかね、情報提供ではないことをやってしまったというところは、ちょっとボタンの書き間違いとか、普段の意識がですね、もう自分目当てになっていないかなってところがよく見えてくるところなんですよね。はい。普段ですね、情報を活用してると、自称してる人でも、こういう時は、パタリと出てこなくなったりするような例は、この街にもありませんか？そしてもう一つはですね、やっぱりね、普段、災害の意識について記事を書いたりとか、いろんなことを言ってる方でも、こういう時に力を発揮してるかのどうかなってことですよね。他者批判になるんでこれ以上は言えないんですけども、私としてもそういう人にものすごく期待してですね、こういう時だからこそ一緒にできないかなと思ったんですけども、どっちかって言ったら孤立無援というか、孤軍奮闘というかですね、結局普段ビジネスの投稿をしている、しかもね、強いビジネスの投稿をしている人に限って今回も役に立つみたいな現象が起きてしまっているんではないかなと思うんですよ。これなぜそういうかというと、リストなんですよ。リストです。普段リストをどういうふうに作っているかっていうのがこの時に生きるわけですよ。で、私の第一情報って、被災された現地の生の声がメールで届くわけですよ。で、住所まで送ってくるわけですよ。
何をどうやって届ければいいかっていうところも送ってきてくれるんですよね。ですから私の Facebook 投稿っていうのはメールで寄せられた当事者からのものをアウトプットするので、最速でアウトプットするので、私の情報の後でテレビとか新聞とかが追っかけてくるって形なんですよね。この情報のスピードなんですよ。で、でもマスコミっていうのが、皆さんの言うようにマスゴミとかね、そういうことではないんですよ。やっぱりね、テレビとか雑誌に出てるものって人は批判しながらも信用するんですよ。私が言うよりも。だから、ああいうのも大事なんです。批判してばっかりじゃなくて大事なんですよ。あともう一つですね、大事なことがあります。今のキーワード、批判なんですよ。マスコミテレビっていうのは、人の不満を批判として受け止めて、イライラを解消する対象物に自らなってくれるんですよ。でも、個人でそれを受け止めれる人ってのはほとんどいないんですよね。私も怖いですよ。私も好き勝手言って表現して責められるのが怖いんで、セーブしてる情報はあるんですよ。ね、セーブしてる情報ある。でも、マスコミってのは、やっぱり発信してくれると。批判を承知でいろんな情報を発してくれると。安倍首相もそうですしね。政府の状況もそうですし、NHK だって批判を承知で情報発信してくれてるわけですよ。民間の放送もそうですしね。で、我々は不満があるときにテレビやマスコミを責めることができるわけですよね。で、そういうのはやっぱり一般の、メディアのですね、すごく、こう、潔いところかなと私は思いますよね。そういうふうな攻め句をしっかりと受け止めてくれるとかね。だから悪いばっかりじゃないっていうか、敵を向けてばっかりでもないんだなと思うところなんですよね。今回お伝えしたのが、だから、こういう時にどんな情報を提供すればいいかってことと、やっぱり我々は広島でですね、土砂災害ってものを体験してますんで、そこでの体験を今回活かせるんではないかなっていうところですよね。また長い動画になってしまいましたけども、今日一日の、感想というか、今、憤りというか、感謝というか、いろんな表現が混じっての放送でございます。はい。では、またね、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。